埼玉県農業大学校は埼玉県熊谷市にある県立農業大学校。学校の略称は先農大、才農大。埼玉県農業技術研究センター、埼玉県立総合教育センター、江南支所、及び立正大学熊谷キャンパスが隣接している。立正大学熊谷キャンパスに本校向けの駐輪場所が提供されている。 立正大学農業大学校駐輪場所定員145名。短期農業学科は1年課程、それ以外の各学科は2年課程。2年課程の専攻は専修学校専門課程として認定されており、卒業後は専門士の称号が授与される。また公務員に採用された場合は人事院規則により短期大学卒業同等とみなされる。移転前の本校の周辺は、 昔は開発されていない農村地帯であったが、1996年になって、本港隣接地に、県王道の県王鶴ヶ島インターチェンジが、併用開始されてからは、開発が始まった。2008年7月、鶴ヶ島市長から、埼玉県知事に対し、本港を含んだインターチェンジ周辺地域の整備についての要望がなされ、これを機に、 埼玉県で検討を重ねた結果、埼玉県農業大学校を鶴ヶ島市から熊谷市に移転させることが決定し、準備が行われた。2015年3月23日に移転開校式典が開催され、4月に開校。熊谷市には埼玉県農林総合研究センター等の農業、教育研究関連の施設が所在しており、それらとの連携も期待されている。 熊谷キャンパスが隣接する立正大学と連携協定を締結した。鶴ヶ島跡地には IHI が研究拠点を設ける意向を示している。ありがとうございます。